なるところです。ワールドリポートです。今朝は中東イスラエルの話題です。新型コロナウイルスの対応で、これイスラエルは早い段階から積極的な対策を打ち出してきたんですが、ここに来て思わぬ課題に直面しているそうです。取材したエルサレム支局の澤畑剛記者に聞きます。澤畑さん、おはようございます。おはようございます。イスラエルはどんな状況でしょうか？はい、まずイスラエル全体の状況は、感染者数がおよそ1万人、このうち亡くなった方は86人に上っています。イスラエルは人口が日本の10分の1以下の小さな国ですので、事態は日本よりも深刻だと言えると思います。ネタニヤフ首相は当初から新型コロナとの戦争だ、イスラエルは準備不足の対策ではなくやりすぎなぐらいの対策を打ち出していくと宣言しています。水際対策では全世界からの外国人の入国を拒否する措置を世界で初めて打ち出すなど、突出して厳しい対策を打ち出してきました。こうした背景には、かつてホロコーストでユダヤ民族が絶滅の危機に瀕したことがあると思います。また検査体制では韓国をモデルとしまして、その拡充を急いで、今では1日7000人から9000人の検査を実施するという、人口あたりでは世界一の検査大国になったと自負しているんです。欧米や日本では医療崩壊が懸念されていますけれども、イスラエルはどう対応してるんでしょうか？はい、そうですね、切り札として情報機関のモサドを投入しているんです。先月24日モサドの長官が医療機器の調達を担当する国の最高責任者に任命されまして、全省庁を束ねて自前のスパイネットワークも駆使して人工呼吸器や医療用マスクの大量調達に乗り出していまして、成果を強調しています。そうした結果、つい2週間前までは致死率だけを見れば 0.1% と世界的にも とても低く抑えられていたんです。こうして伺ってますと、イスラエルはしっかり対策を打っているように見えるんですけれども、これ思わぬ課題に直面している、この思わぬ課題というのは何を指すんでしょうか？はい、ここに来て一つ大きな誤算があったんです。それは人口の 10% を占める超正統派のユダヤ人です。人生をユダヤ教の学習に捧げる人々でして、兵役が免除されてほとんどの人が仕事をしていません。この超正統派の人々が外出制限を無視して宗教学校で集団学習を続けたり、シナゴーグで集団礼拝を続けたりしました。その結果、爆発的な感染を招いていまして、全感染者の半分は超正統派と見られているんです。政権基盤が弱いネタニヤフ首相にとって、超正統派は大切な連立パートナーとなっています。このため超正統派には毅然とした態度で臨んでいなかったという批判も出ているんです。ネタニヤフ政権の保健相は超正統派出身でして、この大臣が禁じられた集団礼拝を通じて感染したと見られていまして、この煽りで首相自身が隔離を余儀なくされたんです。さすがのやり手のネタニヤフ首相も手を焼いているようですけれども、これ今後どうなりそうですか？はい、ネタニヤフ首相は先週になって超正統派の街を丸ごと封鎖するなど、超正統派の対策にもようやく本腰を入れてきました。そして今後の試金石になりそうなのは、今月15日まで続くユダヤ教の重要な行事、杉越の祭りです。通常は家族が行き交う賑やかなシーズンなんですけれども、今年政府はこうした家族間の交流を全面的に禁止しています。超正統派の人々が今度こそ政府の禁止事項を守れるかどうかは、イスラエルの新型コロナの感染状況を大きく左右することになりそうです。はい、エルサレム支局の澤畑剛記者に聞きました。